はようございます。おはようございます。はい、おはようございます。レイさん、おはようございます。あ、電波ちょっと悪い、電波ちょっと悪いということで、ちょっと電波のいいとこ行きましょう。レイさん、モーカさん、おはようございます。ちょっと電波が悪いようですね。ちょっと電波のいいところ探します。あやぽんさん、おはようございます。ここはですね、ある公園ですね。けんごさん、おはようございます。この公園です。ちょっとですね、アザミがちょっと咲いてるので、アザミだけちょっと見せしましょうね。まあ、少し枯れてますよ。少し枯れてます。あ、ここに、面白い、ね、何ですかね、これ名前忘れましたけど、こういう花が、これはよく見かける花ですね。それではちょっと電波のいいところを探しましょう。ここは初めて来たところですね。初めて来たところですが、電波のいいところがあるかどうか。愛さん、おはようございます。ゆうさん、おはようございます。サブレさん、初めて来たところなので、ちょっと電波のですね、状況がまだ見えてません。電波のいいところがあるかどうか、ちょっと探りましょう。電波がいいところがあるかないか。はい、アイさん、おはようございます。あまり変わんないかな。電波いいとこどうでしょうかね。はい、あまり電波、電波あまり変わんないかもしれませんね。いつも電波が悪い。いつも電波が悪い。はい。初めてのところはですね、なかなかちょっと難しいですね。ちょっともうちょっと向こうの方行ってみましょうかね。電波が良くなるかもしれません。Wi-Fi エディオンネットの方が良かったです。ああ、そうですか。良くなるか悪くなるか、ちょっと歩き回ってみないと分かんないんですが、あまり良くならないかな。はい、ウルトラマンさん、おはようございます。はい、はい、それではですね、タイトルいきましょう。タイトル話しながらいきましょう。今日のタイトル、民主化運動とは何か、民主化運動とは何かというタイトルですね。あ、ちょっと電波が悪かったね。逆に電波が 悪くなってしまいましたかね。はい、音がしません。あ、音がしない。はい、それじゃあですね、もうちょっと電波が元に戻りましょう。電波のいい方に行きましょう。なかなかですね、新しい場所を探しています。いろいろ電波がいい新しい場所を探してますけど、なかなかないですね。昨日の夜、香港のデモということで放送しました。民主化運動、民主運動と言いましょうか、民主化運動と言いましょうか。人類の歴史はある意味では民主化運動とも言えるでしょう。
世界史を学ぶと、世界史を学ぶといろんな、歴史がありますけど、そういう民主化運動といいましょうか。ここ登ったら少し良くなるかな。ちょっとここ登ってみましょう。危ないかな、ちょっと登ったら、よいしょ、どっちが良くなるかもしれない。電波が良くなるためにちょっと登ります。どうでしょうか、電波良くなったでしょうかね。人類の歴史は、花さんおはようございます。ちょっと眩しいですね。ちょっとあそこの日陰に行きましょう。日陰に来ました。はい、モクさん気をつけてください。私は音聞こえてます。はい、ですね、これでちょっと話ができそうですね。エペソ6章、エペソ6章、それは霊的戦い、霊的戦いは霊的な権力争い、主権、主権争いです。そして、この世界の歴史もですね、主権争いなんです。この世はですね、この世の争いは主権争いです。つまり、香港の主権を、争っています。中国政府は、中国が主権を取りたい、中国が主権を取りたい。しかし、香港の人たちは自分たちが主権を取りたい。まず私たちは人に強制されたり人に支配されたくありません。主権国家といって、どの国も主権を保ちたいです。しかし、その国家の主権の前に、例えばですね、北朝鮮の人たちは、国民一人一人に主権がありません。支配されています。独裁されています。そこに問題があります。私たちはまず、一人一人の個人的な主権、個人的な主権が必要です。電波がダメかな。そういうわけで、その民主化運動の、基本的な概念は主権の回復です。つまり、悪魔は私たちを支配しようとしています。悪魔は私たちを滅ぼすために支配し、私たちを、苦しめるために支配しようとします。それが圧政という形、独裁者という形、独裁政治という形になります。第3エペソ 6-12、 私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。香港の、民主化運動というのは、結局中国の、独裁に対して、中国の圧政に対して立ち向かおうとしている運動です。そしてそれは、そうですね、私たちは、ね、独裁されたら大変なことになります。
北朝鮮の人たちは金正恩に、独裁されて、非常に苦しんでいます。私たちは、そういう、独裁者が人々を苦しめるという構図は、過去の歴史の中にたくさんあります。日本もそうですね。日本も、江戸時代もある意味では徳川幕府が国民を苦しめていました。そして、昭和もある意味ではですね、昭和も、日本帝国主義、日本帝国主義が、大日本帝国主義が、国民を騙し、戦争に駆り立てました。そして大日本帝国主義は日本だけじゃなくてアジアも支配しようとした。アジアにも主権を伸ばそうとした帝国主義ですから、そこに問題があったわけです。そこに問題があったわけです。中国も結局共産党一党独裁というのは、それは自分たちの主権を維持したい、自分たちの体制を維持して、そして、利益を貪ろうとしている、そのような、とんでもない、独裁です。ですから香港が中国のように、なったら嬉しくない。香港はですね、99年間イギリスが統治していました。アヘン戦争というちょっとあまり良くない戦争で、イギリスは香港を手に入れましたけど、しかし、イギリスは、民主主義の国で、香港はその民主主義の中に繁栄してきましたけれども、しかしもう一度香港が中国に戻って、自由がなくなって しまってきたわけです。今まではあ、一国二体制だったかな、一国二体制ということで、なんとか香港は自由を保ってきましたけど、今度のですね、容疑者引き渡し法案っていうんでしょうかね、要するに、その、香港の、その中国にとって都合の悪い人、ね、中国にとって都合の悪い人たちを、中国に、移送してですね、中国にこの、移送して、そして中国でその人を、独裁的に、裁くという、で中国の手法はとんでもない手法で、中国の司法制度は共産党が牛耳ってますから、正しい裁判はないんです。いくらでも香港の人のことを香港人というらしいですが、香港人は、中国が、本当に罪をでっち上げる、罪のない人を罪にでっち上げて裁くということを知っています。それはとんでもない、独裁であり悪魔の支配です。ですから、皆さん、香港の人たちが恐れている理由はそこにあるんです。今は正しい、正義の支配があるにもかかわらず、中国が支配することによって正義がなくなり、不当に逮捕されたり不当に裁判にかけられるというとんでもない支配、それを香港人の人は恐れています。ですから香港人の人たちは、政治的に、生活として自由が欲しい、民主化を保ちたい、それは当然なことですね、当然なことです。しかし、それが、結局どういうことなのか、霊的には、悪魔の支配から、逃れる、私たちは悪魔の主権から出るという霊的なことを
知る必要があります。日本もそういうところがあります。日本は今そういう独裁ではないかもしれません、独裁ではないかもしれませんが、日本もですね、そういう無理やり強制されて何かをさせられる、強制して何かをさせられる、その正しい判断をしてくれない、政府に都合のいいような政治をさせられる、国民のためではなく指導者の利益や指導者の権利をですね、優先するような、そういうような政治は日本でもあるんです。ですからこれは香港だけの問題ではなくて全世界の問題、全世界の問題だということです。私たちの問題でもあるんです。これは霊的戦いなんです。私たちは悪魔に主権を渡してはいけないのです。人間が罪人だということは、人間が罪人だというのは基本的にはアダムとエヴァが、善悪を知る木の実を取って食べて悪魔に主権を渡してしまった、そこに、人類の悲劇のスタートがあるんです。多くの人は今も現在も悪魔に主権を渡しているんです。悪魔と契約をするということ、悪魔に自分の主権を譲っているということなんです。ですから、そのことを、その霊的な戦い、霊的なことを理解してこそ初めて私たちは本当の民主化運動、霊的な民主化運動と言ったらいいでしょう、霊的な民主化運動をしなければなりません。ここちょっと電波弱いですかね。霊的な民主化運動をしなければなりません、ぜひ皆さん理解してください。私たちは、霊的な民主化運動、そのイエス様を述べ伝える、伝道するというのは霊的民主化運動なんですね。霊的民主化運動、多くの人たちを悪魔の主権から救う、悪魔の主権からイエス様の主権に、入れる、神の主権に入れる、それが霊的民主化運動ですね。霊的民主化運動、皆さんがイエス様を信じたということは悪魔の主権から離れイエス様の主権に入ったということなんですね。ぜひ皆さん、それを知って、悪魔の主権から出たい、悪魔の主権から出たいということを、考えてください。そしてその民主化運動のやり方は、デモというやり方もなくはありませんが、私たちは、そういうやり方よりも祈りと伝道こそですね、まさに民主化運動の運動なんです。霊的な民主化運動、力で、ね、自由になろうとするのではなくて、正しいやり方があります。私たちは平和主義でなければいけません。香港のデモが良くないと言ってるのではありません。そのあたりはちょっとまだ私は、正しいコメントができませんが、その本当の霊的な戦い、は祈りとそして、伝道だということを皆さんが知ってほしいということです。日本でも霊的な民主化運動が必要なんです。この伝道放送は霊的な民主化運動なんです。一人でも多くの人、悪魔の主権からイエス様の主権に入れる、
本当の自由、霊的な自由、霊的な自由が必要だということですね。それでは証しタイム行きましょう。証しタイム、イエス様を信じて悪魔の主権から離れることができた証し、イエス様の主権から、悪魔の主、イエス様を信じて、イエス様の主権に入り自由になった証し、霊的に解放されて、罪から解放されて、霊的な自由になった証し、スタート、罪から自由になり、欲から自由になり、悪から自由になった証し、スタート。ウルトラマンさん、パパ活はいけないことだと思った。そうですよ、天のお父様が本当のパパですね。天のお父様が本当のパパです。モンクさん、悔い改め、罪から解放され、イエス様の主権に入りました。感謝します。たくさんの人々が悪魔の主権から救われるために伝道します。アメン。アメン。まゆちゃん、天のお父様はイエス様のことですか？天のお父様っていうのは、父なる神。父なる神。イエス様の父ですね。イエス様の父が天のお父様ですね。タイさん、非暴力なら何百万人集まっても香港市民に賛成です。非暴力なら何百万人集まっても香港市民に賛成です。アメン。アメン。ユダノさん、やはり天皇は戦争責任を取ってアジアに謝罪するべきでしょうか。私はそれが必要だと思います。やはり、アジアの人たちに対して正しい態度を取るべきですね。加害者は被害者に謝罪するべきです。加害者は、被害者に謝罪すべきです。そして被害者は加害者を許すべきです。被害者は加害者を許すべきであり、加害者は被害者に謝罪するべきです。イエス様の父親というのは2人います。1人はですね、ヨセフですね。ヨセフは、まあ、そのなんて言うんでしょうか、ね、マリアの夫ですね。マリアの夫として、イエス様の父親ですが、しかし、神の子としてのイエス様、神の子としてのイエス様は天のお父様ですね。ニコ生の人、コメントを無視してるんじゃないんですね。ニコ生のコメントちょっとちっちゃくて見えにくい、すいません。ニコ生のコメントはちょっとちっちゃくて読みにくいです。ごめんなさいね。もちろんアメリカも広島と長崎に謝罪するべきだと思います。アメリカも広島長崎に対して謝罪すべきだと思います。足立さん、香港の兄弟姉妹の方が早く自由に解放されるようにお祈りします。香港の兄弟姉妹の方々が早く自由に解放されるように祈ります。そうですね、私たちは香港のために祈る必要があります。香港が悪魔の支配に入らないように、悪魔の支配に入らないように、私たちは香港のために祈るべきですね。天の父とイエス様とではどちらが上ですか？イエス様の言葉から言えば、父は私より偉大ですという言葉がありますね。
父は私よりも偉大ですという言葉があります。しかし、天の父とイエス様は一つでもあります。天の父とイエス様は一つであります。モークさん、日本のリバイバルも一日も早く起きますように祈ります。悪魔と断絶するにはイエス様がどうしても必要だと思いました。その通りですね。悪魔と断絶するためにはイエス様がどうしても必要ですね。イエス様がどうしても必要です。中国は悪魔の国なんですか？中国は共産党一党独裁、共産党一党独裁です。ですから、そうですね、悪魔が支配している、悪魔が支配している国と言えるでしょう。中国だけではありませんよ。中国だけではなく日本もですね、悪魔が支配しているとも言えるんです。ただ日本の場合は戦争に負けて、民主主義が入ったので、その民主主義が入ったことによって、民主化になっています。しかし霊的にはまだ民主化ではなく、霊的にはまだ悪魔が支配しています。タイさん、いつになったら謝罪し合う時代が終わり、新しい関係と信頼の時代が来るのでしょう。そうですね、まあ、リバイバルが来れば一時的にはそうなるでしょう。しかしその後に不法がはびこり愛が冷めると書いてありますから、やっぱり千年王国、イエス様が来なければ、本当に悪のない世界、罪のない世界は、なくならないでしょう。ですから私たちはイエス様の再臨を待ち望みます。アメリカとイランは戦争になりますか？分かりません。なる可能性がありますね。アメリカとイランが戦争する可能性はあります。しかしそうならないように祈るべきですね。そうならないように祈るべきです。サウジアラビアの、南西にある空港、なんていう空港か分かりませんが、そこに、フーシ派という、ね、フーシ派のミサイルが飛んできて、爆破しました。それは非常に、とんでもないことですね。とんでもないことです。それもイランがフーシ派に武器を送っているということです。ですからイランがくせ者です。イランがサウジアラビアを攻撃しイスラエルを攻撃しているという構図があります。イランは非常に危険な国になっています。しかしそのイランでリバイバルが起きて、イランでは民主化運動が始まってるんです。イランではたくさんのクリスチャンが生まれて、そのイランの民主化運動もイランで始まってますから、そのうちイランも変わってくるかもしれません。神様はイランも愛しています。今イランですごいリバイバルが起きてます。クリスチャンが増えてます。ある意味では、イランの民主化運動、イランの民主化運動が起きていると言えるでしょう。私たちはそのような霊的戦いをですね、霊的戦いをしっかり理解し、私たちが悪魔の味方ではなく、悪魔の味方ではなく、イエス様の味方ですね。イエス様の味方をしなければなりません。私たちは悪魔の主権から出る必要があります。悔い改めというのはそういうことですね。悔い改めるというのは悪魔と契約をして、知らず知らず悪魔の主権の中で生きていること、それに気づいて、あ、私はもう悪魔から救われたい、悪魔から救われたい、イエス様に救ってもらいたい、イエス様と契約して悪魔の主権から出たい、それが悔い改めです。
ユさん、呼びかけて伝道して多くの人々がイエス様を信じれる日が来ますように。キューちゃん牧師のこの放送を聞いている皆さんで力を合わせましょう。アーメン。そうです、日本も本当の民主化運動を始めましょう。霊的な本当の民主化運動。2、3年前にちょっと日本にもですね、安倍政権に対してなんか民主化運動がありましたけど、あれはなんか消えてしまいましたよね。でも本当の霊的、民主化運動、これから、本当の霊的な民主化運動が必要ではないでしょうか。ユウさん、動かなければ始まらないです。そうですね、皆さんがはっきりとしたコンセプト、何が問題でどうあるべきかということを皆さんが信仰で学んで、その敵を憎むのではなく霊的な敵は悪魔だ、霊的な敵が悪魔だということを理解する人必要があります。人間が敵ではありません。その、悪い人の背後にいる悪魔が敵なんだということをまずしっかり理解しなければなりません。皆さんが真理を知って霊的な戦いに勝利してほしいのです。キャンセルできるの、悪魔の契約キャンセルできますよ。皆さんが悔い改めてイエス様を信じるならば、イエス様に従うならば、悪魔に従うという契約をキャンセルできます。イエス様はその悪魔との契約をキャンセルすることができるお方なんですね。ぜひ皆さんの人生の中で信仰的に勝利してほしいと思います。安倍政権はですね、安倍さんはですね、日本会議という右翼の会議に加わっています。つまり本質的には戦前戦中の右翼の考え、なんですね。つまり、日本の戦争は悪くなかった日本の戦争は悪くなかったという立場です。それは正しくないのです。それは正しくありません。日本は戦争に負けて屈辱的な憲法を受けてしまった。日本はもう一度戦前回帰しなければいけないという考え方、それは非常に危険です。それは戦前戦中の悔い改めが全くないことですね。戦争の悔い改めが全くない、それは非常に危険だということですね。エリザベスさん、今後地球はどうなるでしょうか。聖書の予言通りになります。これからの世界は聖書の予言通りになります。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、そうか、本当の民主化運動は悪魔の主権から、イエス様の主権に変わることなんだ。本当の民主化運動は、悪魔の主権に対して戦い、信仰で生きる、信仰で歩む、それが本当の霊的な民主化運動だということが分かった。政治的なことではない、経済的なことではない、この肉的な問題ではない、霊的な民主化運動が一番大事だということが分かった、悪魔の主権の中にいたんだ、今まで悪魔の主権の中にいたんだ、もう悪魔の主権から離れたい、イエス様を信じてイエス様に従って悪魔の主権から出て本当の、個人的な民主化になりたい、個人的に霊的に自由になりたい、解放されたい人、アメンと言ってください。もう嫌だ、悪魔の束縛は嫌だ、目に見えない、この、悪魔の支配が嫌だ、悪魔の支配から自由になりたい、
悪魔の支配から解放された人、アメン、アメン、イエス様を信じて、イエス様を信じて、霊的な解放、霊的な自由が欲しい人、アメン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 。ごめんなさい、ここちょっと住宅街なのでちょっと角笛はできないんですね。アメン、アメン、アメン、アメン。天のお父様、どうぞ香港を助けてください。香港が中国の支配に、入りそうです。どうぞ香港を守ってください。香港を中国の支配から守って、香港が民主主義の国でありますように。そして、今デモをしていますが、どうぞ彼らが、その、被害を受けないように、彼らが殺されないように守ってください。イエス様、デモをする人たちが平和的なデモをして、平和的なデモをして、彼らが殺されませんように守ってください。死ぬ人がいませんように。死ぬ人がいませんように。そして、その香港の民主化運動が、中国の民主化運動、中国の民主化運動、北朝鮮の民主化運動とつながっていきますように。しかしそれは、本当の民主化運動、イエス様を伝道するという、また祈りによる、祈りによる本当の民主化運動、本当の民主化運動が香港で、もうすでに香港では、教会が祈っていますが、さらに、クリスチャンが祈り、中国でも1割のクリスチャンがいます。中国のクリスチャンが中国の民主化、中国の民主化のために祈り、世界中に民主化運動が起こり、世界中に霊的な民主化運動、世界的に民主化運動が起こりますように。悪魔の支配を断ち切り、悪魔の支配を断ち切り、悪魔の主権を断ち切り、どうぞこの世界に平和が来ますように、自由が来ますように、平和が来ますように、自由が来ますように、アーメンといった方々が霊的に解放されますように、イエス様によって霊的に解放されますように、悔い改めと信仰によって、悔い改めと信仰によって、今アーメンといった方々が解放されますように、自由を得ますように、霊的な解放、霊的な自由となりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。今日はとても大事な学びをしたと思います。それじゃあまた夜の7時にお会いしましょう。ありがとうございました。良い一日を、良い一日を。イエス様の主権の下で自由と解放を、味わってください。それじゃあ夜7時、シャローム、シャローム。ありがとうございました。ありがとうございました。シャローム。